中国本土、中国本土、中国本土は、漢民族が多数派民族である歴史的な中国の領土を中国の他の地域と対比して指す表現。日本の人文科学で、シナ、カタカナ表記と呼ばれる歴史的領域の現代の姿にほぼ一致する。かつては、シナ、シナ本部と呼ばれていた。中国語では、少数民族ではなく漢民族の多い地域を、漢地。 または、カンザカイ、カンツヨシなどと呼ぶ。歴史的に中国の内地、本土とはみなされない、外中国地域には、新疆、東トルキスタン、チベット、満州、中国東北部、内モンゴルが含まれる。中国本土の面積は、およそ390万キロメートルとされている。中国本土は、北方の外中国の広大な領域とは、 概ね万里の頂上によって区画されている。中国本土では、省が各地に設置され中央の直轄支配下にあったが、外、中国では主に、中国皇帝に親族する各民族の諸行らの自治に任せる方法が取られていた。中国本土という概念に相当する英語、チャイナプロッパー、チャイナプロッパーなどの表現が、いつ頃西洋で用いられ始めたのかは、はっきりしていない。 米国の中国専門家によれば、その要例は1827年まで遡ることができるという、ハーディング1993。しかし、それ以前にも1795年にが著書の中でこの概念に触れている、ウィンター・ボサム 1795pp35 から37。清朝の中国帝国について述べる際に、ウィンター・ボサムはこれを中国本土。 チャイナプロッパー、中国領、タタール地域、チャイニーズトルッテリー、満州、徴工国に散分している。ウィンターボサムは、デュアルドヤの説に従い、チャイナの故障は旗に由来すると考えていた。その上で、ウィンターボサムは、シナ、チャイナと、本来、プロパリー呼ばれるのは、イドで、南北18度、軽度で、東西はもう少し狭い範囲と述べている。しかし、 中国本土、チャイナプロパーという用語を導入しながら、ウィンター・ボサムは1662年に廃された、民の15章体制に基づいた記述をしている。民の15章の地方区分と比べると、ウィンター・ボサムは、江南、キーイング南を、証明としているが、この地域は秋代には、南直霊と呼ばれており、江南に解消されたのは、 満州族が身を倒した翌年1645年ことであった。この15小体制は1662年から1667年にかけて18小体制に再編された。ウィンター・ボサムが中国本土、チャイナプロパーの説明に15小体制を前提としつつ、江南省の名称を用いたということは、この概念が 1645年から1662年にかけての時期に登場してきたことを示している。1795年のウィンター・ボサムの著書以前にも中国本土、チャイナプロパーという概念が用いられている例はあり、1790年の雑誌や1749年の雑誌にも要例がある。19世紀にはチャイナプロパーという用語は中国当局者が ヨーロッパの言語でコミュニケーションを図る場合にも使われるようになる。例えば、清が英国に派遣した大使総治沢は、1887年に英文で公表した記事でこの用語を使っている。口述のように、清は中国本土を18章の体制で統治しており、中国本土は内地18章と表現されていた。死んだから、 中華民国の初期にかけて、革命派や中国共産党の関係者にこの概念が、授与されて、中国本部という用語が使用されるようになった。数広氏の1903年第4章、革命必ず防機良し人種、孫文の実業計画、1921年、中国共産党、1922年の大会宣言や、帝国主義と中国及び、 中国共産党に関する決議案などには、中国本部という表現が用いられていた。台湾で出版される歴史の記述においては、柏洋の1979年や、羅の文章のように、第二次世界大戦後においても、中国本部という表現が用いられることがある。しかし、その後、中華民族概念が広まると、中華民国や、その後の中華人民共和国において、 中国本部は排除される表現となった。1950年代には中国歴代政治特質第四項、秋代の中で中国本部は外国勢力が意図的に物事の是非を混乱させ侵略の口実として作り出したものだと述べている。今日では中国本土、チャイナプロッパーは中国においても議論を呼ぶ概念となっている。現在の公式のパラダイムが 中国の革新地域と終焉地域の対比を認めていないからである。標準的な中国語である普通話で、チャイナプロパーに相当する表現として広く用いられている言葉はない。中華人民共和国においては、台湾、新疆、チベットといった領域は中国の不可分の一部であるというのが公式の政策であり、政府が発行する公文書ではさらに進んで、 これらの地域は過去においても常にそうであったと主張されている。中国本土、チャイナプロパーという概念が排除されるのは独立、分離主義の正当性に根拠を与えるからである。一方、台湾、チベット、ウイグル、内モンゴルの独立を支持する人々は文化に基盤を置いたネーションとしての中国本土、チャイナプロパーと政治的実態としての 中国との区別を明確にすべきであると主張している。この観点からすると、中国本土、チャイナプロパーが本来の中国であり、他の地域は中国の一部ではなく、中国によって獲得された植民地であるとみなされる。中国本土、チャイナプロパーという用語は、中華民族の歴史的、文化人類学的な中核地域という意味で解釈される場合は、 さほど論争的になるわけではない。一般的に、この概念は柔軟なところがあり、定義も文脈によって、しばしば変わっていく。繰り入れられたり、除外されたりする地域によっても、中国本土、チャイナプロパーの現代における尺は、影響を受ける。中国本土、チャイナプロパーの範囲については、確定した境界があるわけではない。この用語は、歴史的、行政的、 文化的、言語的など、多様な観点から見た、中核地域とフロンティアの対比を表現するものである。中国本土の広がりを捉える方法の一つは、漢民族が建ててきた古代王朝の領域を検討することである。中国文明は、中核地域である中原に発祥し、周囲の民族を征服して同化し、逆に征服されて影響を受けながら、 数千年にわたって外へと拡大してきた。歴代王朝の一部、特に関東、東は拡張主義的であり、中央アジアへと勢力を伸ばしたが、進む野草のように、河北平原を北東アジアや中央アジアの対抗する遊牧勢力に明け渡してしまうこともあった。漢民族が建てた最後の王朝である命は、中国を支配した最後から二番目の王朝でもある。 アキラは、不正史四十三、皇帝直属の直礼二と、合わせて十五の行政単位を設けて、統治を行った。満州族の建てた清氏が民を征服した後も、民の支配下にあった地域ではこの制度が維持されたが、それ以外の真の支配地域、つまり、満州、蒙古、新疆、チベットには、この制度を広げなかった。満州は、満州民族の故地として、特別に支配され、 モンゴルやチベットでは土着の領主、ドシラを通じた間接支配を行った。その後、若干の制度再編があり、清は中国本土を18章、18行章の体制で統治していった。西洋諸国の初期の文献が中国本土、チャイナプロパーとして言及していたのは、この18章の範囲であった。秋尾の体制と真の18章では、 細部では異なる部分もある。例えば、満州の一部、両党、両政は、民の領土に組み込まれて、三党省の一部となっていたが、民を征服する前にまずこの地域を征服した、満州族は、この地を中国本土から切り離し、清による中国統一後は福と法天府が管轄する内地とは異なる行政制度の下に置くようになった。一方、清が、 新たに獲得した領土であった台湾は中国本土の一部である福建省に編入された。チベット東部の一部となるカム東部は四川省に編入され、現在のミャンマー北部の一部は雲南省に編入された。新末になると省の制度を中国本土の外にも広げようとする取り組みが起きた。台湾は1885年に台湾省として独立したが、後に 日清戦争の結果、八百九十五年の下関条約によって日本に活上された。八百八十四年には新教省が設けられ、1九百七年には満州に法天省、後の遼寧省、吉林省、国立公省の三省が置かれた。チベットでは諸行やが安全ポタンの抵抗を押し切り、西公省やチベット省を置く構想がめられ、内モンゴル、 外、モンゴルにも、同様の体制をしく提案はあったが、実施はされず、これらの地域は1912年の真の滅亡まで、中国の小制度の外に置かれていた。新末の革命家たちの中には、満州族の支配から脱し、18章の領域において、帝国から独立した国家の建国を目指し、18個の星をあしらった旗、18世紀を用いた者もいたが、帝国を、 丸ごと新しい共和国に置き換えようと、五条の旗、五色機を用いる者もいた。清氏が滅亡した際、皇帝は大尉の宣言において新たに誕生した、中華民国に全てを譲るとし、後者の考え方が、この新しい共和国の理念、五族共和となった。ここに言う、五族とは、漢族、満州族、蒙古族、海賊、現在の海賊ではなく、 ウイグル族など新教のイスラム系諸民族を指すチベット族のことである。五条の旗は国旗となり、中華民国は清から引き渡された五つの地方すべてを収める単一国家であるとされた。1949年に成立した中華人民共和国も本質的には同様の領土の主張を行っているが、唯一の例外はモンゴル国の独立を承認しているという点である。 結果的に中国本土という概念は中国にとって好ましくない考え方となった。新代の十八省は現在も存在しているが境界線はかなり変更されている。北京市と天津市は河北省、直令から1928年に海省から離脱し、上海市はチャンス省から、寧夏海賊自治区は甘粛省から、海南省は関東省から、 重慶市は、四川省からそれぞれ離脱した。厚生省は、現在の厚生地湾族自治区に改められた。新末に設けられた各省もおおむね維持されているが、新京省は中華人民共和国の下で、新疆ウイグル自治区となり、東北部の三省は、境界が変更され、法天省は、遼寧省と解消している。清吉が滅んだ時点で、チベットと内モンゴル。 外モンゴルは中国本土の行政機構の外に置かれており、チベットや外モンゴルは事実上中国の領域から離脱したのだとする議論も可能である。つまびらかはモンゴル国、チベットを参照。清を継承した中華民国、そして中華人民共和国の政府は領土を守るためにこの分離をなかったことにしようと努めた。中華民国は内モンゴルを 中国本土に準じた扱い、後に中華人民共和国は内モンゴル全体を内モンゴル自治区とした。チベット東部のアムドとカムの東部、北部は中華民国によって青海省や西高、後に四川省へ併合に再編され、中華人民共和国もこれを継承している。最終的には中華民国時代を通してダライラマの統治下にあったウチャンとカム西部でも、 1959年のチベット動乱の事態を受けて、ダライラマ14世がインドに脱出すると、中華人民共和国によって、チベット地方政府は廃止され、チベット自治区光備委員会による統治を経て、1965年にチベット自治区が成立した。一方、外モンゴルはソ連の援助を受けて1920年に独立した。中華人民共和国は1949年の、 建国国に際し、しし同じ東側ブロックのののとして、当時のモンゴル人民共和国の独立を承認した。中国本土はしばしば漢民族と関連付けられる概念である。漢民族は中国最大の民族集団であり、その民族性の中核には重要な要素として中国語がある。しかし、現代における漢民族の分布は、 新代の十八省の領域とはあまり一致しない。中国南西部において、例えば、雲南省、厚生地湾族自治区、貴州省は、民を含め代々の漢民族王朝の領域であり、新代の十八省に含まれていた。ところがこうした地域では、地湾族、苗族、プイ族といった漢民族以外の民族集団が人口を伸ばしつつある。これに対し、神代末期の 新関東以来奨励され続けてきた漢民族の入植拡大の結果として、満州、中国東北部のほとんど全域や、内モンゴルの大部分、新疆の多くの地域、チベットに散在する一部地域で、漢民族は多数派となっている。民族としての漢民族は、中国語話者と同義ではない。漢民族ではない中国の民族集団でも、海族や満州族、土家族、 世族の大部分は基本的には中国語しか話さないが、自らを漢民族とみなすことはない。中国語自体も複雑なものであり、相互一疎通性を基準にして分類を試みるなら、単一の言語であるというよりは関連のある言語の一族とみなすべきものである。なお、台湾の人口のントは公式に漢民族と分類されているが、その大部分は、 先住民の血統を引いている。いずれにせよ、台湾を中国本土の一部、あるいは中国の一部とみなして良いかどうかは、それ自体が議論のある主題である。詳細は台湾の歴史を参照されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。